さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。さあ今日のラインナップは何かな。こちら、さあまずは宮崎地方裁判所で行われました夏休み親子見学会の模様を、はい、続いて福島県の子どもたちを招待した災害復興支援プロジェクトの模様を、そして綾町で行われたぶどう狩りの模様をお伝えします。はい、まずはこちらです。宮崎地方裁判所で夏休み親子見学会が開かれ、午前の部には親子20組が参加しました。この親子見学会は小学生の皆さんに裁判所の役割や裁判所の仕組みを理解してもらうことを目的にしています。また今年で5年目を超えた裁判員制度についても身近に感じてもらえるように裁判員法廷で開催することにしました。宮崎での開催は今年が初めてですが、夏休みの恒例イベントとして定着させていきたいと思っています。この見学会の目玉は何といっても実際に裁判員裁判が行われている法廷を使った模擬裁判体験です。参加した子どもたちが検察官や弁護人、証人役などを務め、裁判員裁判の対象となる強盗致傷事件を題材にしたシナリオに沿って模擬裁判を進めていきます。裁判官や裁判員役の児童らが集まり、多数決で量刑を決める作業ではどんな判決を下すべきなのか頭を悩ませる場面もありました。裁判長をやって言うセリフが多くてとても緊張したけど、ちゃんと読めてよかったです。まあ、裁判員制度が始まっていて、で、まあ、いずれもしかしたら自分もなるかもしれないという思いを持ちながら興味深く参加させていただきました。弁護人役をやったんですけど、弁護人の裁判に参加する時の責任感をすごく感じました。最後は法服に袖を通し裁判長気分で記念撮影を行った参加者、夏休みに貴重な体験ができたようです。夏休みに合わせ福島キッズ in 宮崎鹿児島と題した災害復興支援プロジェクトが行われ、福島県川内村の小学生31人が参加しました。福島県のロータリークラブと宮崎鹿児島ロータリークラブが交流をしてまして、その中から福島の小学生がバラバラに避難して生活しているということなので、夏休みだけでも一緒に過ごしてもらおうということで昨年からですね、実施しているプロジェクトです。今回は子どもたちにより自然を感じてもらおうと、綾、青島、サイトなどを5日間で回るプログラムが組まれ、4日目のこの日は綾町のテルハ大吊橋と照葉樹林などを散策しました。現在震災の影響で別々の地域に避難している子どもたち、久しぶりに再会した友達と一緒に宮崎の大自然を満喫しながらゆっくりとした時間を過ごしました。端っこに遠い時は怖かったですけど楽しかったです。いろんな花や植物があってすごく勉強になりました。久しぶりに友達と遊んだりして楽しかったです。友達となんか坂を登ったりして疲れたけど楽しかったです。福島から宮崎へ初めて訪れた子どもたち、自然に癒されながら改めて友情を深める旅になったようです。綾町の南俣保育所の子どもたち60人がぶどう狩りを体験しました。会場となったぶどう園は南俣揚町で農業を営む徳弘正俊さんのビニールハウスで、子どもたちに喜んでもらえればとボランティアで行われました。地域の方がぶどうを作ってらっしゃって、ご好意でぶどう狩りさせていただくということで、季節の味覚を味わう食育の一環としてやってきました。せっかく自然豊かな綾町の保育所ですので、地域の自然にいっぱい触れて体をたくさん動かして元気で素直な子どもたちになってほしいと思ってます。園児たちはたわわに実ったブラックオリンピアを前に収穫する一房をじっくりと吟味し、これだと決まると先生に手を借りながら摘み取りました。収穫の後はお楽しみの試食です。
ビニールハウスで流した汗の分だけより美味しく感じられたでしょうね。ブドウ取りが楽しかったです。切るのが難しかったです。ブドウは毎日こしました。みんなでブドウを食べてるとこが楽しかったです。保険のやつで食べます。はい、ブドウ。園児らが手にした季節の贈り物、味わいとともに素敵な記憶に残ったのではないでしょうか。さあ、3本お送りしました。はい、じゃあちょっと振り返っていきたいと思うんですが、ぶどう狩り、はい、ね、どうでした？いやー、美味しそうでしたね。本当にもう季節の、ね、果物、これからぶどうもそうですけども、梨とかもね、宮崎本当に秋の味覚たくさんありますから、ね、ぜひね、お腹いっぱい食べてもらいたいですね。すごい大きかったです。子供たちの顔ぐらいあって、ましたよ、ね、ズドってなんか、ね、落としそうになってましたもんね。子供たちからするとぶどうの木って大きいんだなっていう感じはね、したんじゃないかなと思うんですね。これがまた食欲となってね、繋がっていくわけですからね。食行くごまかせるかなと思ったらダメやった。食欲食欲にちょっと聞こえた。食欲にも繋がっていきますよ。間違いないですね、はい、さあ、そして、福島キッズイン、はい、宮崎鹿児島、はい、まあ、子供たちもね、自然の中で、うん、また久しぶりに会えた友達もいるって言ってたもん ね、 うね、うん、思い出ができる、もう宮崎で思い出を作っていただけるといいですよね、うん、本当ね、やっぱ元気でね、またいろんなことがあると思うんだけど、地元にね、やっぱ元気に帰ってほしいなと思いましたね、はいはい、そして、この宮崎地方裁判所で行われた夏休み親子見学会ですけれども、これはすごいですよね、はい、通常の裁判が行われている裁判所では、うん、写真撮影は動画撮影はできないんですよ、うん、なので、まあ、そういった意味でも特別な機会なんですよね、うん、裁判長でも写真撮るわけできないです、ね、裁判長なんですか。そんなにそれ慣れない、そんな裁判所慣れない、そんな裁判所ないんじゃないですか。でも僕あの舞台とかでお芝居やってるじゃないですか、だから弁護人とかで意義ありとか言いたいですけどね。意義あり、かっこいいじゃないですか。本当ね、はい、やっぱそういう機会ができるっていうのはやっぱそういった勉強にもなりますし、まあ、実際に体験できるのはやっぱすごいですよね。いや本当ね、また親子とかでもね、いろんないい考える機会になるんじゃないですかね。僕はいつね、あの、呼ばれるか分かりませんからね、やっぱね勉強していかないといけないなと思いましたね、はい、以上わがまちレポートのコーナーでした。さあ CM の後は月曜音楽館です。イギアリってかっこいいと思うんですよね。かっこいい、決まります、ね、ビシッと。